ラジェイ・ラービー・デイビスは、アメリカ合衆国コネチカット州、ノーウィッチ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、フリーエージェント、愛称はラジ。2001年6月5日に行われた、MLB ドラフト38巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、6月26日に契約が成立して、プロ入り。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグパイレーツと A マイナス級、 ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズでプレーを始める。2002年に、ルーキー級、ガルフ・コースト、A- 級、ウィリアムズ・ポート、A 級、ヒッコリー・クローダッツの3球団合計で65試合、打率。380、出塁率。440オープス、977.26、投塁というハイレベルな数字を叩き出し、ガルフ・コーストリーグのオールスターに出場したほか、 トップス社のリューキー級と A マイナス級のオールスターにも選出された。2003年は A 級ヒッコリーで125試合に出場して打率。305出塁率。383、40盗塁の成績を残し、サウスアトランティックリーグのオールスターに出場した。2004年はもともとはスイッチヒッターだったが、当年のシーズン前から右打席に専念。 A 級リンチバーグヒルキャッツで127試合に出場して打率314出塁率388オプス81257盗塁の好成績をマークし9月1日にカロライナリーグのオールスターに出場したほかシーズン終了後ベストストライクゾーンディシプリントファステストベースランナーに選出された 2005年は AAQ アルトゥーナカーブにステップアップし123試合に出場して打率281出塁率35145盗塁を記録した7月13日イースタンリーグのオールスターに出場するなどマイナーリーグにおいて着実にキャリアを積み重ねる2006年は AAQ インディアナポリスインディアンスにステップアップし 100試合に出場して打率。283.45投塁と好調を維持すると、8月14日のミルウォーキーブルワーズ戦においてメジャーデビュー。7回裏に大打として登場し、右肘に倒れたが、8月26日のシカゴカブス戦でカルロス・ザンブラーノから初安打となる二塁打を放った。ほとんど大画と大層要因で目立った成績は残せなかったが、シーズン終了後、 二度目となるファステストベースランナーに選出されている。2007年はトリプル A 級インディアナポリスで53試合に出場して打率318出塁率384オプス853.27投塁と結果を出すと6月5日以降はメジャー定着主に1番中堅守で2 0 0 7年7月31日 マットモリスとのトレードで、スティーブ・マクファーランドと共にサンフランシスコジャイアンツへ移籍し、その翌日から1番、中堅守で出場。ジャイアンツでは51試合の出場ながら、デイブ・ロバーツに次ぐ、チーム2位の17盗塁を記録した。しぶとい打撃を披露したほか、1番打者として出場した試合では打率、293、出塁率、367と、 リードオフの重責を果たした。2008年は開幕から不振が続き、4月19日にリーフとなった。2008年4月23日にウェーバー工事を経て、オークランドアスレチックスへ移籍した。2009年途中にレギュラーの座をつかみ、規定打席未到達ながら41盗塁をマーク。2010年には50盗塁を記録した。 トロントブルージェイズ時代2010年11月17日にダニー・ファーカー、トリスタン・マグナソンとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2011年1月18日、ブルージェイズと2年575万ドルの契約で合意した。2012年はアメリカンリーグ2位の46盗塁を記録。オフにオプションを破棄されたが50万ドルのバイアウトと 年俸250万ドルの1年契約で残留が決まった。2013年10月31日にフリーエージェントとなった。2013年12月11日にデトロイトタイガースと2年契約を結んだ。2014年は事故2となる494打席に立ち打率28。282得点圏打率30。3028本塁打を放ち、51打点を挙げた。 投類を36決め、6年連続30投類以上、通算300投類を達成した。2014年レギュラーシーズン終了時点での通算304投類は、現役12位だった。2015年は112試合に出場し、打率、258位自己ベストタイの8本塁が、30打点という打撃成績を残した。総類面のスタッツでは、 リーグ3位となる11本の3塁打を放ったが、盗塁が前年から半減となる18個に止まり、連続30盗塁以上は6年でストップした。外野の守備は中堅と左翼手で、プラスの DRS を記録した。オフの11月2日に FA となった。2015年12月17日に、クリーブランド・インディアンスと1年525万ドルの契約を結んだ。 2016年7月2日のブルージェイズ戦でサイクルヒットを達成した。本打、3三打、2二打、だ、単打の順番に達成するリバースサイクルと呼ばれる記録でメジャー史上6度目の快挙だった。この年は中堅をメインに左翼も守りながら134試合に出場。規定打席には届かなかったが、3シーズンぶりの40超となる43盗塁を決め、 アリーグ盗塁王のタイトルを獲得した。打撃としては、打率、249.106三振と、荒さが目立ったが、自己最多の12本塁打を放った。守備はまずく、中堅の80試合では3失策、守備率98、981DRS-5、左翼の66試合で2失策、守備率、978DRS から3という内容だった。 シカゴカブスとのワールドシリーズでは第7戦の8回裏にカブスの守護神アロルディス・チャップマンから騎士改正の同点に乱を放ち最終的に試合には敗れたものの球場を大いに沸かせたオフの11月3日に FA となった2017年1月3日にアスレチックスと1年600万ドルで契約を結んだ2017年8月23日に ラファエル・リン・コーンズとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍したオフの11月2日に FA となった2018年2月17日にインディアンスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった3月29日にメジャー契約を結び開幕25人枠入りしたこの年は101試合に出場して打率224 一本類打六打点、二十一盗塁を記録した、オフの十月二十九日に FA となった。2018年十二月十七日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年の開幕は、参加のトリプル A 級シラキュースメッツで迎え、五月二十二日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。初打席で本塁打を放つ活躍もあったが、マイケル・コンフォルトの故障者リストからの復帰に伴って5月26日にリーフとなり、28日にマイナー契約でトリプル A 級シラキュースへ配属された。8月20日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月31日に FA となった。左投手に強く、スピードは トップクラスだが、守備範囲は、あまり広くはなく、守備自体も上手い方ではない。マイナーリーグ時代には、2003年から4年連続、40盗塁以上を記録。2004年の57盗塁は、リーグ最多。2006年の45盗塁は2位だった。なお、2007年は、トリプル A 級で27盗塁、MLB で22盗塁とキャリア合算で40盗塁を記録している。 メジャー昇格後は2009年から6年連続30、投類以上2007年から8年連続20、投類以上同じく2016年時点で10年連続2桁投類をマークしている。打席では積極的に打つ傾向にあり、支球の数は少ない。そのため出類率はあまり高くない。マイナー7年間の通算成績は打率。率。 375オープス、782-251、盗塁、MLB ミルブ MLB 日本の TBS 系で放送された、正月番組、最強の男は誰だ壮絶筋肉バトル、スポーツマンナンバー1決定戦0 0 8年大会に、出場、モンスターボックス16段アルティメットガイズ1分36秒12、ショットガンタッチ13メートル00センチメートルなど、活躍、 総合を5位に食い込んだ。ありがとうございます。